サウンドっていうスイッチとインターバルっていうスイッチがあって、これで1回に出る音の長さがこのダイヤルで調節できる。でインターバルっていうのは複数回数鳴らす時の音と音の間隔をこれで調節するんだよね。これだいたいハリウッド映画でこうほとんどこんなシーンでっていうのが多いんですけど、昔のワイルドスピードのドミニクサウンドって RX7 の駐車場でロックするシーンがあるんですけど、あれなんかをこうバージョン 2.5 で、あの007のカジノロワイヤルに出てきたようなアストンマーチン風の、あるあるある、キーレスリモコンがあってドアロックの電源が電気で動くものは全て取り付けが可能ですね。